これね、体幹部ってね、疲れてきたり体が凝ってくるとね、潰れてくるんです。前後幅が、ね、扁平になってくるんですよ。前後の厚みや厚み清がなくなってくるんですね。で、扁平になってくるの。だからだんだんこれやってると体幹部の立体構造が取り戻されてくるんです。つまりこう潰れてた、前後幅が潰れてたのが、潰れてるって何が潰れてるかって、肋骨が潰れちゃってんの。上の筋肉で押し潰してるって感じですね。それが回復してくるので、体の前後の厚み清が復活してきます。いやー、受けない。こんな人、いや体張ってるでしょ、はい、寝返りがうまくなるんです。寝転ぶのがうまい下手があるのと一緒で、次寝返るするのも運動ですね。これ明らかに運動って分かりやすいね。寝返りも当たり前なんですよ。寝転ぶの下手な状態で寝返りも下手っぴーになってるんですわ。寝返りってじゃあ何のためにやってるかって、寝るときに動くわけですけども、これは寝ている間に自分で整体をしているわけですね。起きてるときに歪んだ体、傷つけた体とかを血液循環を促すためもあるんですけども、それを整えるために寝返りってやるんですね。だからちっちゃい子供ほど寝返り多いですね。寝相悪いって言いますけど、あれの方が寝相が良いんです。高齢者、おじいちゃんおばあちゃんほどどうですか、寝返りしなくなるね。おじいちゃんおばあちゃんここで寝ててですよ、もし向こうまで行ってたらちょっとびっくりしますわね。そのおじいちゃんはめちゃくちゃ元気ってことですよ。子供ってここで寝てたらめちゃくちゃ行くでしょ。だからあれは寝相がいいんです。逆に子供って起きてる時にどっかぶつけたりね、ここ転んでぶつけたり傷ついたりするから、日中の歪んだ体を寝てる間に整えて整体しようとしてるんですね。だから寝返り多いのはいいんです。だから理想論ですよ、今から言うのは理想論ですが、寝る環境というのはほんまは広い方がいいんです。これは理想論を言ってます。本当は広い方がいいんです。これぐらい広い方がいいね、本当は。だけどなかなかそれ不可能ですね。寝る環境をだだっぴろく変えることは皆さん不可能だと思うので、だからこういう体操戦略として使おうねってことですね。これをうまく寝る前にやってたら、ちょっとの1回の寝返りとか、それがうまくなるわけですね。だから寝返りをその回数多くしなくてよくなるわけです。で、体がどんどん整ってくると、寝返りしなかった人がするようになってきて、もっと整ってきたらどうなると思う？次また寝返りをしなくなるんですよ。必要がなくなる。さっき言ったね、寝返りっていうのは血液循環の不足だとか滞りとか、日中に歪んだ体を整えるためにやるって言いましたよね。じゃあ普段日中から血液循環が良くてですよ、体の歪みが少なくなってきたらですね、寝返りする必要がなくなるので寝返りが減るわけです。基本的に王子は寝返りほとんどしないそうですね。死んでるんちゃうっていう感じだそうです。それまではずっと起きてるんですよ。もう急に電池切れた感じ、携帯みたいな感じ。これがうまくなるとね、寝返りうまくなるよね。で、硬い状態では真ん中の1本でしか回れなかったと。ここでも折りたたみ、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 こっちまだ何もしてない。ここでも折りたたみ、ここでも折りたたみ、ここでも折りたたみってできるようになるね。つまり体の軸ですね。軸を何本も前から見た時のこの縦線の軸、これを何本も形成していく体操でもあるわけですよ。どこでもくるって回れるよっていう体を作る。うぅ、どうしますか。だから絶対身体能力上がるでしょ。これができるようになってきたら、王子が YouTube で見せてますけれども、その場で空中で回転して寝返りっていうのができるようになります。整体院のベッドあるよね。あのベッドって拷問ですよ、王子から言わしたら。体の状態に悪い人があのベッドに寝転ぶわけですよね。で、整体院のベッドってこれぐらいしかないやん。で、あれで次、はい、うつ伏せどうぞって言ったら、理論上ですよ、その場で回転して寝返りするしかないよね。その場で回転して寝返りできるのは世界中で王子だけなんですよ。王子やったらこうするわけですね。整体院行ってね、こうやって、はい、次うつ伏せどうぞ、わかりました、はい。こんな風にされたらですね、あなたもう整体いらないですよねって言って、もしかして王子ですか。あ、そうです、私が王子です。で、王子こうやって寝返りするんですよ。だから狭いビジネスホテルのベッドってさ、あ、興奮するよね。こんなぐらいのベッドとか、うわ、これ俺のためにあるベッドやんって。王子そんなとこで寝返りするときはもうこんなん繰り返すんですよ。こうやって寝てたら、ずっとその場にいるでしょね。で、朝起きたら、あー朝か、うん、今日も朝だぜ、よし今日も頑張るか、よいしょ、はいって起きるわけですね。これが王子の日常です。
これ今の動きってその場で回転して寝返ったでしょ。これってなんでできるようになったんで、この体操のおかげなんですよ。こういう動きがね、今の動きもその場で空中回転寝返りなんで、真ん中の一本の軸だけでは無理なんですけども、こういうのが例えばできるようになったりね、これを立ってる状態で転用させたらすごい回転能力でしょ。野球のバッティング、テニス、バレーボールもそうだし、ゴルフ、格闘技、ボクシングとか、空手で蹴りとかね、あれを使えたらすごいね、いろんなところで体を割って使えるんだから、そういうのを実は目指している体操が、名前がね、ね、可愛らしい体操にしてるんですけど、実は裏でそれ狙ってるんですよってことですよ。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。